今日は憲法改悪を許さない、軍事拡大を許さないための署名活動を行っております。周りに署名用紙を持った仲間がいますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。またこの署名に合わせて私たちの考えを、訴えさせていただきたいと思います。それでは最初に訴えをさせていただきます。救助を壊すな実行委員会の同意さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんばんは。昨夜の全国の医療介護の職場で働く皆さん、
連合会と全日本人で事務所で働く看護師の宮川と申します。憲法を守って政治より命を、そしてケアが大切に対決に対する社会を目指したので、少しこの場でお話しさせてください。全国の医療従事者は今この時間も今日の今晩も24時間命の尊さと個人の尊厳を守る専門医として日々奮闘しています。もともと弱かった医療体制、公衆衛生体制の脆弱さをコロナが生み出しました。命に渡る価値はありません。命を奪う武器はありません。戦争より命とケアが大切にされる社会、そう願わない方がいらっしゃらないんじゃないでしょうか。皆さんと一緒に求めていきたい、そう思ってます。平和は人間が生きることへの保障です。より良い看護、介護の実践、平和であってこそ成り立ちます。その人が人間らしく、その人らしく生きていくことを援助する看護、そのケアの実践には訴えるより看護師を増やしてほしい。軍事費を増やし戦争を生きる国にならないよう、看護師として働きの行為を実感でき、誇りを持てる社会になってほしい、そう思ってます。今日は看護学生の実態もお伝えしたいと思って紹介したいと思います。毎年アンケートを実施しています。今年も955人の貴重な回答をいただきました。代表的な人と声を最初に紹介させてください。私、これから学生卒業して大人になってから全身がひたすらかけて、学生にまた入れ込むのが学生と思う。国の将来を考えて学生の学ぶ環境を整えること、大事なんじゃないですか。どの年代の人も学びたい時に学ぶチャンスがあります。そういう支援をしてくれる国になってほしい。看護師不足なんですよ。だから将来看護師になる、そういう学生に対して新生命の不安を抱えかけてアルバイトばかりしなきゃならない、提供するための時間がない、親に借りるのも申し訳なくて借りられない、親が十分に助けているのがいいですよ、厳しいです。奨学金を借りるのにも利息があって不安で借りられません。将来のことを考えたら不安に思います。もう看護師を増やすことが大事って思うんだったら、授業料を無償にしてほしい。誰もが消化しなく看護師を目指す環境を作ってほしい。学力不足や努力不足は仕方ないですよね。でも現実的な問題で看護師の道を出かけてしまうっておかしいですよね。受けられない人、私だけじゃないと思います。そんな声が届いています。通信しても調査のたびに親からの支援の額は減っています。親から全く支援を受けていない学生さん、また2万円以下の学生さんが本当に多くなっています。1万円未満、また
地域で何と比較して参加半数でした。海外では学校に不調がなってきてあるんですよ。教育を受けるのにお金かかるのは障害者じゃなくて諦めないでください。学ぶのに無償の国があるんです。学生さんに聞きました。学校に無償になったらあなたは何したいですか。そのバイト3割の学生がなんと家族の生命
暮らす住民の命を守ることだというふうに思っています。命が危険にさらされるから、逃げるために準備をしなきゃいけないですよという政治を許すわけにはいかない。そもそも逃げる必要もなく、明日の心配をすることもなく、当たり前に生きていける社会を作る。そのことの責任がやはり政治に求められているのだというふうに思っています。今世界で起こっている情勢を日本政府は先ほども同じようなことが起こったときにとても危険なので、やはりそうならないために日本は軍事力をつけなきゃいけない、ミサイルをいっぱい持たなきゃいけない、攻められたらどうするかということを出さなきゃいけないと言ってますけれども、そもそも攻めさせないようにする責任が日本政府にはあるはずです。そのことを私たちがまるで圧倒的に言われている情報量の中で私たちの生活が脅かされるかもしれないということに慣れてしまってはいけないと思っている。そのことはおかしいんだと思うといういつも自分の足元を私は大事にしていきたいというふうに思っています。もう一つ、私が今日ここでお話をさせていただきたいのは、過去の過ち、間違いを認めて未来へ向けて新しく自分たちで生きていく社会を作るという点についてです。高橋事件についてもそうですし、これまでさまざまな苦しい状況に追い込まれている皆さんという皆さんがいらっしゃいます。で、私はこの間長崎で被爆者の皆さんと一緒に問題の解決について取り組んできました。長崎ではワクチン地下が12キロ圏内であったにもかかわらず、未だに被爆者と認められず、被爆再生者と言われている人たちがいます。道を挟んでこちら側かこちら側かで被爆者と被爆再生者とわざわざ言い方を変えて、それ以降の例えば医療費のことであるとか生活の保障であるとかというところを長らく差別をしてくるような状況が被爆から79年経った今も続いています。被爆体験者は道を挟んで一歩を違っただけで被爆者と認定されません。被爆者自体も大変厳しい差別の歴史があります。被爆者だというだけで結婚だとか就職だとか差別を受けていたという苦しい過去があります。現状でもその被爆者の皆さんとまだ一線を引かれて被爆体験者だと言われている皆さんがいます。先日9月の9日に長崎で被爆体験者の皆さんが、私たちは被爆体験者と言って内側を受けるような存在ではなくて被爆者なんですという裁判を起こしました。そのことの判決がありましたけれども、一部15人の人だけが被爆者だということになりました。この訴えた人の中にも被爆者と被爆体験者と未だに分けていくというような選択をしています。この目に見えない道を挟んだ向こうと落ちているラインは目に見えません。でもそこには明確な違いをずっと差別として起こしているような戦略がされている。これが未だに認められない、被爆から79年経った今でも未だに認められていない差別として残っていると、やはり過去の過ちをしっかりと反省をして未来に向けて新しいことを考えていく上では間違いを認めるということは大変重要なことだというふうに思っています。なかったことにする、言えないようにする、その問題は下の上げにする、そんなことを言うような政治を私たちは決して看過することはできないというふうに考えています。で、今日皆さんお手元に届くように署名をいろいろ展開させていただいておりますけれども、やはり私たちの未来は自分自身で
行委員会と西山さんの方から伝えをお願いいたします。どうかしてる少し私は言いようがないと思います。これから始まったですね、
ことだった。戦争してたらそうなるんです。どこどこに攻撃されたら大変だ大変だっていうふうになる。そうなるともうこれは戦わなきゃいけないのかなみたいな雰囲気になる。そんな時に戦争反対とかね、戦争したくないなって言ったら捕まっちゃうし、絶対そんなこと言えない。そういう社会になってしまったらもう後戻りできないから、私たちは今憲法を守って戦争ができる国づくりやめようね。そういう今署名活動や代表宣言をしています。今この柴さんが10月1日には首相になると思いますけれども、これでですね自民党は裏金、そして統一教会の問題、さまざまな主張を全部なかったことにして新しい表紙になったから、いう自民党として頑張ろうというかもしれませんけれども、中身は何にも変わっちゃいません。裏金議員はうじゃうじゃいます。だって皆さんは税金1000円たりとも脱税しないようにきちんと食べてますよね。けど裏金議員の皆さんは何千万何百万もの裏金で脱税しているんですよ。それに対して謝りもしないで、あ、皆さんお騒がせしてますとか、ご迷惑おかけしてますとかしか言わないわけです。ご迷惑とかお騒がせしてますとかいうレベルじゃないわけですよ。あんたたち何千万も脱税してるでしょうと。ちなみに今日ここで通ってる方の中で女性の方、非正規雇用の方どれくらいいらっしゃるでしょうか。日本の非正規雇用はほとんどが女性です。その非正規雇用の女性の年収の平均はいくらだと思いますか。260万なんですね。けれども裏側で脱税している議員は2000万、3000万、そういう大きな金額、コツコツと非正規雇用の女性が10年以上働いてもたまらないようなお金を脱税している。私は本当に許せないと思います。ちなみに今年の国税庁、今年のですね、確定申告の時期に国税庁が出したポスターの言い文句、皆さん覚えてますか。脱税は犯罪ですっていう、これが国税庁が出したポスターなんですよ。ぜひとも自民党の党首で事務所に貼っていただきたいなと思います。なんで私たちにこんな脱税は犯罪ですって言われなきゃいけないんだと。もっと脱税してる人たちはいるでしょ。そういう脱税議員を放置していていいんですか。そういう脱税議員をほとんどこのまま続けていいんですかと、私は皆さんに問いたい。はいはい、だからといって維新でもダメですよ。皆さん今兵庫県知事どうですかね。ひどいですよね、あの兵庫県知事。嫌なことがあったら職員に不正を投げつけたり、一般企業だったら一発アウトですよ。これもですね、エレベーター来るのが遅かったらそんなことで怒鳴り散らしたり、マジでやばいやつですよね。これまさに維新ですよ。維新というものを見つめた結果、ああいう斉藤知事みたいなのが生まれたんですよ。斉藤知事が維新に行こうと思ってください。こういう恫喝政治をするような人たちにも、私はとてもじゃないけれども同じ一緒に選挙をやったり協力したりできないなっていうふうに思います。維新もですね、自民党と一緒になって憲法を変えて日本を戦争する国にしたいってめちゃくちゃ思ってる、自民より思ってるかもしれないという変な政党です。ですので私たちは自民でも維新でもなく、そしてやっぱりこのような政党とかそういったものでもなく、もっとですね、立憲野党の皆さんと一緒に政治変えていきたい、本当にそう思っています。私たちの暮らし誰が一番考えてくれるのか、のどマップを見てみてください。私もどこに3回入ってますけれども、元旦1月1日から何にも変わらない状況です。やっと仮設住宅に入れたのに、この仮設住宅も大雨で床上で浸水しているんです。どうして1月からこんな時期までまだ瓦礫の中にいるんですか。
新宿駅本面号ですが、お騒がせしております。私たちは豊富な労働組合や組織団体で運営しておりますので、この場所の執行委員会です。本日は、今日は自民党の総裁選挙の先取りで、松島さんが新しい総裁になったということです。この場合、松島が必要にこのニュースを流し続けましたが、皆さん、そんなに毎日ニュースで見なければいけないほど自民党の総裁選挙、関心ありましたでしょうか。私はありませんでした。誰か総裁になっても今のだらつきってアメリカの大会近代の政治を進める自民党は変わらないからです。岸田さんは政権を投げ出したときに自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が利用することでありますと言いました。誰か総裁になっても自民党は変わりませんよと言った方が分かりやすかったんじゃないかなと私は思っております。総選挙に立候補した人で、裏金問題に悩まれた人も、もう同じことは繰り返しませんとはっきり言った人も誰もいません。脱税法の裏金を作って、賛成もしない人たちばかりなのに、なぜ岸田さんが身を引いたら自民党が変わるのでしょうか。裏金問題、岸田さんだけが悪者だったのでしょうか。その割に岸田さんは、自民党内の関与した人たちを処分したときに、自分だけは何のお咎めもなしでした。自民党の総裁はもっと責任者ではないのでしょうか。本来なら真っ先に責任を取るべきではないでしょうか。自分もまた深いと話し切った開き直った人に私が身を引いたら党が変わると言われても誰も納得できないのではないでしょうか。今の自民党の中枢にいるのは小泉進次郎や河野太郎のように私たち庶民の生活など見たことも考えたことも経験したこともない二世三世の世襲議員ばっかりです。総裁選に立った人たちが能登半島被災地のことに触れず総裁選の最中に合法議会に落ちてもスピード感を持った復興が大事だのは党がしっかり寄り添ったとか中層的なことしか言わなかったことも私は許せません。復興は全く進んでない上に何人もの方が合法の犠牲になったというのに自民党には能登半島の問題支持に向き合う姿勢がこれとっても感じられません。そして大阪万博建設現場で地下から学問で爆発事故や工期の遅れ当初の倍近くまで進んだ建設事業海外のパビリオンの採択など問題だらけです。この大阪万博能登半島地震が起きた4月1日にきっぱり中止を決断し再生復興に全力を挙げるべきでした。しかし自民党は言い出しっぺの維新の会とともに能登半島は見て見ぬふりをしながら開催を強行しています。なぜかそれは工事を受注している大手企業との利権があるからです。さらに火事の万博終了後に多くする火事の IR 構想が本社だからです。火事の優先大手企業の合議優先で膨らんだ費用は国民に押し付けるこんな万博の政治を許しておいていいのでしょうか。そして自民党は自衛隊がアメリカ軍と一緒に戦争をできるようにする戦争国家作りを進めています。4月の日米共同宣言自衛隊は米軍の指揮に置かれると宣言しました。7月の日米外交2プラス2では米軍と自衛隊が一体化して作戦に当たることで合意しました。これはもし対外軍事が起きたら自衛隊がアメリカ軍の代わりに中国と戦争することを意味しています。だから防衛省は全国の自衛隊基地を核攻撃に耐えられるように導入化しているのです。2025年度の軍事費の概算要求、過去最大の8兆5000億円です。昨年度の1000億円を上回り、米軍の再編経費なども入れれば、9兆円になります。消費税の決定や、人口比の中止、社会保障拡充や、食料自給、工場など、私たち国民の切実な要求と、戦争国家に突き進む
広がる一方です。総選挙が当初のあると言われています。この総選挙で自民党政治と真っ向から対決する野党と市民の共同候補、このご支持をぜひお願いします。皆さん、総選挙で憲法を守り、自民党政治に収縮を打ちましょう。以上で私の訴えといたします。ありがとうございました。皆さん、開催ご協力、祝福ご参加や、お会いをしな出身の青木教育、ゆたさんのことを運営されや、皆さん、お分かりになりますでしょうか。今、私がご紹介したのは、沖縄琉球の書道と言われるものです。皆さん、沖縄知ってますか？青い海が広がり、空が高く雲が流れる。そして海には、ジュゴミやウミガメが多くのサンゴが息づいているのが沖縄の島々です。その沖縄に 70% 以上の米軍基地が置かれ、さらに今、自衛隊基地が与那国、石垣、宮古、沖縄島、そして大島まで含めて軍事要塞化が進められています。皆さん、軍事要塞化ってお分かりになるでしょうか。自衛隊基地が置かれ、米軍基地が置かれ、沖縄は今基地による被害に苦しめられております。沖縄の叫び、新聞でご覧になることがあるでしょうか。なかなか日本の大きな新聞では報道されませんが、沖縄では16歳未満の少女が米兵に拉致されて、自宅に連れ込まれて性暴力を受けました。しかもそれをアメリカと日本が半年間も内陸に切ったんです。私たちは昨年の12月24日のクリスマスの日に起きたこの事件を、半年後の今年の6月の25日に初めて知りました。その間、米兵に性暴力を受けた少女は自らを耐えなしめ、ピストラックを繰り返し苦しみ続けてきました。皆さん、米兵による性暴力をこの新宿界隈で考えられるでしょうか。安心安全に暮らしている皆さん、沖縄に基地を仕留めて豊かに日々を暮らしているような皆様たちに私は心からお伝えたいです。皆さん、今幸せですか？十分な暮らしがなされていますか？福祉に回ったお金を、今日本政府はミサイル購入や戦車の購入、果ては50分まで創設しようとしております。皆さん、私たちの税金はこのように戦争のために使われていいんですか？声を上げなくてはなりません。沖縄の人々は戦争反対、暮らしを守れという声を上げ続けています。で、日本政府は沖縄に対する基地集中は日本国民と公平な人権を
与えているというふうに抗議してはばかりません。沖縄の人権が基地被害によってないがしろにされて命まで奪われるような状況に置かれています。皆さん日々を知って知ってますか。米軍基地から流れている毒物です。米軍基地は日々の人を探しながら米軍基地かどうかは分かりませんというふうに言っています。そして沖縄県の日々の流れ出る現場を抑えたいために京都を抑えるために8日以上要求しても米軍は拒否します。皆さん西米安保条約地域協定は米軍に米軍を守るためのものです。それによって沖縄は多くの人が被害に遭い性暴力に遭い事件事故に遭い、そして基地提供を避けるような沖縄の現地の皆さん、協力を分かる皆さん、耳を傾けていただきたいと思います。私たちは本当に皆さんと同じように安心して安全に子供たちと一緒に表で遊べるようなそういう環境を求めています。たった145年の前に日本軍は琉球王国を攻め下ろして沖縄県にしました。それ以来日本政府は沖縄を国策に利用し続けてきました。皆さん国策って分かりますでしょうか。この防衛のために天皇の上のこの日本国を守るために沖縄県で天皇が避難できるまでの期間戦争を続けました。そして沖縄の人々は4人に1人が犠牲になるというような沖縄戦を経た後、昭和天皇が米軍に対して沖縄を25年なし50年どれも自由に使ってほしいと、それが日本と沖縄の日本と沖縄で、ね、日本とアメリカの利益になりますと、そこまでは知っていることが多いと思いますが、その後の言葉に私はいかに心臓です。彼は何と言ったか、米軍が沖縄を制圧することに日本人の圧倒的な国民は反対しないと言ったんです。今もそれがずっと続いています。沖縄の歴史が起これ基地被害に遭い戦後を生み出す子供がいても、基地の政治縮小は全くやるどころか、さらに基地の拡大を進めているのが日本政府です。日本政府のやり方が沖縄県民に対し本当に平等な人権が保障されていると言えるでしょうか。皆さん皆さん、私の訴えが聞こえるでしょうか。うるさいなと思っているかもしれませんが、沖縄の必死の訴えにどうか皆さん耳を傾けていただき、共に考えていただきたいと思います。戦争反対、若い人が皆さん戦争に行くんですよ。私たちのような年寄りは戦争に来ませんが、自衛隊の若者はどうしていいんですか。皆さん米軍によって利用されて中国と必死に立つによって自衛隊の若い人が死ぬようなことがあってはなりません。そして与那国島、石垣島、宮古島、沖縄島含めて戦争にさせるような日本政府のやり方に反対の意を取らなければならないと思います。皆さん戦争に行きたくなければ反対してください。
詳しくは、東海道行動実行委員会のホームページ